ルカの福音書第12章そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて互いに足を踏み合うほどになったイエスはまず弟子たちに対して話し出された「パリサイ人のパンダネに気をつけなさいそれは彼らの偽善のことです」「覆いかぶされているもので表されないものはなく隠されているもので」 知られずに済むものはありません。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。そこで、私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方を、あなた方に教えてあげましょう。殺した後で、 ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。ゴアのスズメは二アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの一羽でも神の見前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方は たくさんの雀よりも優れたものです。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認めるものは、人の子もまたその人を神の見ついたちの前で認めます。しかし、私を人の前で知らないというものは、神の見ついたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそ知る言葉を使うものがあっても許されます。しかし、 精霊を汚す者は許されません。また、人々があなた方を、街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことは、その時に精霊が教えてくださるからです。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように、私の兄弟に話してください、と言った。 すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですかそして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は、 心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして、自分の魂にこう言おう。魂を、これから先何年分もいっぱいに、物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。 愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に留まないものはこの通りです。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで 何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物よりも大切であり、体は着物より大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、借り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって、 自分の命を少しでも伸ばすことができますかこんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、折りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、 今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいか、と探し求めることをやめ、気を揉むことをやめなさい。これらは皆、この世の異邦人たちが、説に求めているものです。しかしあなた方の父は、 それがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、 朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには、盗人も近寄らず、シみも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて、戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に、 目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことに、あなた方に告げます。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばにいて休児をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、 おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。そこでペテロが言った。主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですかそれとも皆のためなのですか主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には、 彼らに食べ物を与える忠実な賢い管理人とは一体誰でしょう主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところが、もしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩たたき、食べたり飲んだり、酒に酔ったりし始めると、 しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に合わせるに違いありません。主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭中打たれます。しかし知らずにいたために鞭中打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて 多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバブテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家は、五人は、三人が二人に、二人が三人に対抗して、別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。群衆にもこう言われた。 あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い事実その通りになります。偽善者たちあなた方は地や空の現象を見分けることを知りながらどうして今のこの時代を見分けることができないのですか。またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。 あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさいそうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます裁判官は執行人に引き渡し執行人は牢に投げ込んでしまいますあなたに言います最後の一レプタを支払うまではそこから決して出られないのです